ウルフちゃんとは、ドイツザンクトースバルトリートルヒュッテ出身の、ベーガンメタルバンド。2003年結成。2003年に、マリオロキムーギンガー、その兄弟、ゴーンとと、マリオスコールリーブ、ダニエル、ノルガードリーブのリーブ兄弟を中心に結成。2003年から2004年の間にデモテープを録音し、2004年春にファーストデモ、ザ・ファングズ・オブ・ザ・サザンデスをリリースした。 同年秋には、セカンド、デモテープ、ザ・ハーゲントリロジーをリリースしている。これらのデモは、ザンクトースバルトリートルヒュッテにある、サザンデスカルトスタジオで、自主録音され、自主リリースされた。2005年5月、リヒャルト・デアモルフ・スードナーが加入。これに伴って、ゴーンとがベースに転向し、ロキは、ボーカル専任となった。バンドは2005年1月から、ファーストアルバム、 ブラディテイルズ・オブ・ディス・グレイストランズの録音に入っており、7月まで続いた。バンドは2005年8月にオーストリアの CCP レコードと契約を結び、11月25日にファーストアルバムをリリースした。2006年12月頃からセカンドアルバムのレコーディングに入る。2007年にベーシストのゴーントが脱退した。これに伴い、フェストニーベルブルクのナトルフが ライブサポートとして参加することになったが、結果的に正式メンバーとなっている。2007年4月6日に、セカンドアルバム、エーペーガンストームがリリースされた。2008年5月にナトゥルフが脱退し、バーズナーが加入。2009年初めに CCP レコードとの契約が切れ、アップシュタットのまさかレコードに移籍した。同年4月24日にサードアルバム、 リターミンドダムネーションをリリースした。また、同年より、キーボーディストのグメルンが加入している。2010年8月にデア・モルフが、アメリカ合衆国の留学を理由に脱退した。代わりのギタリストに、ラグナーが加入した。さらに、同年10月には、クリーンボーカリストのミハイル・ノートビン・ザイフェルトが、加入した。2011年2月25日にホースアルバム、 コール・オブ・ザ・ブラック・ウィンズをリリースした。同年5月、ベーシストのバーズナーが内部的な問題から脱退した。代わりに、ビクトル・ザ・ロルフがセッション参加した。オーストリアのノイズ・アート・レコードに移籍して、2013年に、フィフス・アルバム、インブレイスト・バイ・ファイアをリリースした。同アルバムの初回限定版には、ファーストアルバムのリレコーディング版があった。エール・ストーム、 アルコナ、エクスデオ、ザイアフィング、ボーンホルム、カルマやバーグと共に、ベーガンフェストに参加した。2014年8月、ラグナー、グベルン、ザロルフが脱退した。2015年4月までに、エディゴ・ートリム、グロス、サートリウスが加入した。キーボーディストは加入しなかった。2015年10月にシックススアルバムのレコーディング完了が発表され、2017年に、 ウルフメタルレコードからブラドウィンターのタイトルでリリースされた。2016年にオリジナルメンバーであるノルガードが脱退しトーマス・ラグ・シュミットが加入した。脱退の理由は個人的な原因と職業上の理由による。ラグはもともとノルガードの代わりにライブにセッション参加していた。2017年7月2日、ギタリストのゴートリムが前日に肺がんにより死去した。 ことが発表された。2018年10月末、プライベートと健康上の問題を理由に活動を停止することが発表された。当初は解散とも解釈されていたが、2019年4月にバンドが解散していないことと、健康上の理由で2019年もライブ活動ができない旨が発表された。同年10月には、新アルバムのための楽曲作成を行っていることが公表され、 2020年4月にバイエルン州リヒテンフェルスで開催されるラグナロックフェスティバル2020に出演しライブ活動も再開することが発表された。2020年2月には新アルバムのレコーディングが完了したことが公表され、3月にはゴートリムの公認としてゾディアックアスで活動するヨーゼフ・ジェーブ・アルトマンが加入していたことが発表された。なお、 ゼーブはゴートリム死去後のライブでもウルフちゃんとにサポートギタリストとして参加していた。さらに、それから数日後にはドラマーとしてゴーストが加入していたことも発表された。ゴーストは新アルバムの作曲からすでに参加していたとのことである。ゴースト加入発表の翌々日に全ラインナップが発表され、ベーシストのサートリウスが脱退していたことも公表された。 ウルフちゃんとの音楽スタイルはデスメタルを基礎としたベーガンメタルであった。しかし時間を経るとともに民族楽器やメロディーの比重が大きくなっていった。例えばセカンドアルバム A ペーガンストームからは抗菌、バグパイプ、そしてキーボードのような楽器も導入されるようになり合唱も大きく取り入れられるようになった。初期の楽曲の歌詞のテーマは主に 北欧神話における伝説や物語を扱っていた。サードアルバム、Determined d u m Nation から歌詞のテーマが変化し始め、教会やマスメディアの情報操作を主題に据えた。フォースアルバム、Call of the Black n s では、とりわけ自然神秘主義的視点からの人類による自然破壊の増加といった自然に関連したテーマを主題に据えていた。 フォースアルバムのタイトルは、文字通りに受け取られるべきものではなく、黒木風の呼び声、破壊的な風と解釈されるべきである。歌詞については、英語とドイツ語がそれぞれ使われている。トーマス・ラグ・シュミット2017年。ありがとうございます。